お疲れちゃんスロットです。今日なんですけども、なんとね、やべえ呪いにかかってしまいました、私ということで、ちょっとね、まあ、そう聞くと、まあ、怖いようなねことをちょっと想像するかもしれないんですけど、まあ、全然そんなことではなく、まあ、本当ね、マジしょうもない、本当にしょうもないんですよ、本当しょうもないんですけども、ちょっと皆さんにね共有したいなと、まあ、いうことで、ちょっとそちらをねお話しつつやっていこうかなと思います。で、まあ、そちらなんですけども、まあ、ゲーム内にありました、本当にクララですよ、もうクララに関係することで、もうなんならもう、ね、みんなももうすでにその呪いにかかってるかもしれない。はい、でもそちらが何かというと、あの試合開始時になんかまあ掛け声みたいなのがあるんですよね。そうで、ちょっと聞いてみてください。これなんて言ってるかちょっとね皆さん当ててみてください。いきますよ。そこです。さあ、まあ、ちょっと動画だとね結構小さくて分かりづらいかもしれない。なんかもうわーっしょいみたいな、わーっしょいみたいな、こう掛け声があるんですけども、これちょっとね、あんま聞こえなかったなって感じ。ちょっと今クララは開いてね確認してほしいんですけど、これね正解が分かりましたね。はい、マジなんて言ってるか分かんなかったんですけど、まあ、正解はね、いきますよ。うんちなんですよ。はい、これ本当です。本当にあと大丈夫かと思われるかもしれないんですけど、僕もね最初は本当に疑ってたんですけども、うんちって言ってます。はい、これね、うんちの呪いと呼んでて、最初ね、いや大丈夫か、本当に村田さん大丈夫ですかとか、そんなことないですよと誰もが思うんですけども、あ、今ちょっと聞き逃しちゃったな、本当にうんちっていうのは、うんちの呪いにかかってしまいます。これマジで最初そんなことなくても、毎回これクララはするときに、まあ、試合始まるときにもう絶対あの格好言ってるんで、もう脳内でうんちは無限に再生されるっていう、なんか最悪なクソみたいな呪いにね、はい、かかってしまいました、うんちだけに。はい、ということで、皆さんも思ってた方いるかもしれないし、今ねまだこの何もなんだ理解できてない人多分多いとはね思うんですけども、この僕の話を聞いてしまったあなたはね終わりです。はい、今後ねクララをやるとき毎回うんちってもうそれにしか聞こえなくなるんで、これ本当にガチなんですよ、マジで。ちょっと騙されたと思うか、騙されてない、本当ですこれ。はい、今意味わかんないしね、あーラットだけだよ、思わないと思う方もいると思うんですけど、これみんな思います。はい、わかんない、俺がマジでもしかしたら本当にね、俺のものも脳が相当イカれてる、俺が相当イカれてるパターンもありつつ、なんならこれが正常なバンドもあるんです、みんな思ってたパターン、後から納得するパターンですよ、そうもあるので、やからちょっとコメントで教えていただきたい。多分最初ねこの動画を見てすぐはね、いやラットバカだなとか何言ってんのってなると思うんですけども、マジでクララはしててください。1日2日経ったらもうなんかね脳内再生されます。うんちもう無限ですこれ、ガチで。僕もそう、本当にこれね自分で思いついたんじゃないですよ、もう知り合いが言ってきたんですよ僕に。これでいやマジで頭悪いっすよと、もうそんなのないから本当にやばいっすよって、どんななんかね脳ねイカれてんすかと思ってたら、次の日からクララをする時もう毎日ねもう声に出して言っちゃうよね、うんちマジで。あいつ小学生みたいな、小5小6みたいなね、マジでやばいんですけど、これマジガチなんですよね。マジで今イカれてるんですよ僕の脳、多分助けてほしいんですけど、この呪いもうね解除されません。はい、しかもこの音楽というか掛け声みたいなのは多分今後ずっとね言ってると思うんですよ。そこの分だけねなくなるっていうのはね今後なさそうだなと思ってるんですよ。なくなったら熱いんですけど、なくならないので、まあ、今後クラロは一生
やるのであれば一生このうんちの呪いと共にしていくことになります。そうやばい、これちょっと待って、一旦耐えます。あ、うんちの雑費で耐えます。いやマジでね、やばい、意味わかんないでしょ、心配になるでしょ、こんなこと言ってると。俺もね、あんま思いたくないんですけどね、思いたくないんですけど思ってしまう自分がいるんですよ。次の試合に行ければね、ちょっともう一回聞けるんでね、ちょっと皆さんもぜひね、一回聞いてみてほしい、なんて言ってるか。でもこれは本当にそう聞こえるよなっていうやつです。そう、なんかね、めっちゃしっかり聞こうとするとなんか微妙に違うんじゃないってなるんですけども、気持ち遠めで聞くとよりね、もうまんまやんって聞こえるんで、ちょっとクララするときはね、マジでこれやばいっすよ、明日から毎日思います。皆さん気をつけてください、マジで呪い外れないです。これよく思いつくよねっていう、わかんない、これマジでさ、共感者ゼロだった俺マジでなんか恥ずかしいわガチで何言ってんだろうっていう、頭もおかしいやんっていう、ついにイカルチモーカタかってなっちゃうんですけども、さあもう一回いけます、聞けます、聞きましょう。そうで、今日はこのデッキ使ってるのはちゃんとね、その話をするからザッピー使ってるだけなんでね、はい、まあ最近流行りのね、キョスケドリルです。いきます、そう聞こえます、皆さんもせーの、うんち3連発いやマジでマジでそう聞こえんだよな、マジで下品だよね、はしたないよね、嫌だよねこんなチャンネルやばいな、マジで本当にね、チャンネル登録しない、解除しないでって別にもう言わないもん思ってしまう自分がいるんでもしょうがないですけど、はい、ちょっと皆さんのね、ちょっとコメント楽しみにしてるわ、本当に俺だけじゃないよ誰か味方いてくれと思いながらね、逆に今まで先にも思ってた人がいるのかな、でこれはいつからこのうんちメロディーはあったんだろう、最近できたような気もするんですけど、それなんかめっちゃだるいな、これやばい、ウィザードおじさんが犯罪してる、やばい、うまいし、ウィザードおじさんがやばい、マジで、お前やばいし、ラバじゃないし、なんやねんお前、ラバ使っとけ、ほんとにやばいやばい、応援が応援メッセあんなにいただいたのに、うんちやばい、マジでほんとに恥ずかしくなってくるな、こんな話しなければよかったな、いやでも共感者がいると願うし、なんならいなくてもみんなもう今日からねそう思ってしまいます、思いたくなくてもね、自然と、はい、これにはねもう逃れられません、逃げ道はないです、よいしょ、ホグで繋いで耐えます、思いたくなくてもその曲がね脳内で流れちゃうんでね、フリーズもありましたね、さすがにトルネーズからのゴールデンナイツからのドリル、いったらっしゃい、かわいけからのザフィー、頑張ってるな、いやー喋れねえな、なんか喋りにくいな、なんかいつもより異常に、やべえ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 、待て、プレイがもう乱れてる、いつも以上に、さあ一旦耐えたいな、ウィザード真ん中来るかな、ガゴか来るよねー、そりゃフリーズ、いやー来ない、いや、ここからスーパー大逆転します、大逆転すれば呪いも解ける、お
まあ入れていっか。ダメージを追いつくためには何をすればいいかなと考えるものの、一旦ザップ削りしてんな。あれ巨スケからの、いやマジでドリル組めればワンパンあるんですよこれ。言いましょう。キョスケマジやっちゃう。いけ、ガチで居抜きまくって。え、マジだよマジだよこれ、マジだよ。蓋してゴールデンナイツマジやっちゃうでしょ。もう一回。え、マジだよ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 。邪魔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 、どけ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 、やばい。これホーク来るだろ。やばいやばい。いや頑張ってる、めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。え、超絶スーパーミルクルうんちっちからの絶対盾が来る。お、マジェちゃん、マジェちゃん見抜き見抜き見抜き、何やってんだ。射抜いて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 る射抜いてる射抜いてる、やめて。だって僕泣くんのブーやめろ。おいおい、これはでかいぞ。いやまあ序盤なんかね、相手のミスがうまかったな。よしよし、まあ単純にこれはね、いやマジででかい、普通にでかい、普通に嬉しい、嬉しいんだけど、今もうね、さっき話したあの恥ずかしいね、マジで恥ずかしいがちょっと強すぎるし、なんかもうやりにくいわ、いつも以上に今日は。はい、いやマジもう毎回これね、食い来ちゃうんですよこれ。うんち、うんち、うんち。これで笑っちまう、もう自分がいるんですもん。小学生だよね、精神年齢。いやでもね、なんかなんだったっけな、教習かな、そう教習所、あの車の免許を半年ぐらい前に取ったんですけども、その試験というか、最初になんか適性検査みたいなのがあるんですよね。その車の運転免許取ったことはある人は分かると思うんですけども、そうそう、適性検査みたいなのがあって、そのなんかその検査の裏で実はなんか精神年齢を測ってるみたいな、そう測るとなんかその教習所の担当の人が、まあ、そのこの人の性格とかを把握して、あ、じゃあこの人には優しく教えたいよみたいな、この人には厳しく教えたよみたいなのをこうなんかデータを取って、そういうのをなんか配慮してるらしいんですよ。でそのまあ精神年齢とかが出るっていうのは、まあ表には言ってないというか、まあ最終最後の最後に言う、実はそうだったんだよみたいなのを教えてくれるんですけども、なんだろう、僕その精神年齢その時まあ21とかか、21とか22、あ、普通ね、普通の実年齢が21とか22だったんですけど、まあ昨年ぐらいなんで取ったのが、なんと精神年齢13歳だったんですよ。やばない意味わかんないでしょ、13歳なんてことあると思って。いやそうだから、あ、だからね、こんなうんちなんかで盛り上がっちゃうんだなと思いながら、でもわかんないですね、本当のことは知らないです、その本当その実際なんて言ってるかっていうのを知らないんですよ。そう、僕が今勝手にね、そう聞こえるよねって知り合いと盛り上がってるだけなんですけど、本当は何て言ってんのかは知らないんですよ、ちょっと分からないんですよ。そうだから本当には何て言ってるかちょっと知ってる人いったら教えてほしい。うん、いやでも多分うんちにしかも聞こえないんだよねでも俺とかね。そういやこれ来んのかなんだけど、ちょっと正解を知りたい、正解を知ってしまえば、あ、確かにそうだなってなるかもしれないんですけど、知らないんで、もううんちにしか言わないんですよね、今すぐ。やべ、いけ。そんなこと言ってっから。マジでやばい。すげえきつい。いや、しかもマジなんかうめえな。お、でも、あれなんか苦しくなってね。気をつけよ。ゴースティング侍を引っ張ってマジアチャで、いや、マジでいい。マジアチャの今日はエイムがいい。いやー殴んな、痛ぇー、これちょ
ょっと怪しいぞ。ちょっと怪しい。いやー神のウッド、あれ引っ張っちゃうぜ。うえ、こんにちは。ちょ、一旦耐えるか。あれで呪文ないっすね。そうそうそう、呪文がトルネードだけなんで、トルネードウッドか。まあ、耐えてしまえばみたいなとこはある。耐えれるかは分からん。いや耐えれそうだな。いやーそのマジでエロい。エロいがトルネか。あ、うまいな。全然諦めない一旦。おっ、巨石が、巨石が入れや、巨石が。うわ、うまいって、やばい、マジでやばい。一旦ね、集中。うんちとか言うてる場合ちゃう。いや、きちぃ。マジマジやちゃう、強すぎんだろって話よ。おっ、キョスケが、待って、キョスケ入ってる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 。えっ、お前ずるいっつれ。マジで、いや、あるぞ。あるぞ、これ。なんか。あるぞ。帰ろう。お、んにゃっけい。ぐっちゃぐちゃよ。あ、もうぐっちゃぐちゃだけど、もう脳ないで。言えない。言えないけど、出てきちゃうんだよ。いや、でかいな。今日なんかもう全部ギリギリだね。さあ、行きましょう、皆さんで。一斉の。はい、ナイスコール。皆さんありがとうございます。いや、えぐい。よろしく、ピピちゃん。かわいい名前してんね。いやー、これコメント欄見るの楽しみだな。味方どんぐらいいるんだろうな。にやけが止まんねえぜ。よし。いや、僕はね、結構ね、味方多いと思うんですけどね。確かに、確かにと思ってくれると思ってる。何これ、めっちゃグッドゲームしてくるやん。引き分けにしたいってこと。これ引き分けしにくいだろ。ほら、ええやん、ダクフリー戦おうぜ。戦わねえとうまくなんねえぞ君。よいしょ、スパーキーかな。サイド逆なら熱い。よし、あのスパーキーのけどうしよう。やば、そうなるよね、それは。それはそうなるよ。あ、でも京介で、京介スパーキーに。いや、全然いかんな。よいしょ、耐えてく、ゴールデン。与えて、いやー、ゴブスパーやだな。ザッピー入ってんのかな、相手ザッピーという名の。まあ、ダークプリサイトで一旦いける。でも相手さ、このザッピーもマジで邪魔だ、何にもできないんだよね。そうだから、俺ガイもしとけば多分負けないと思うの。多分ね、多分だから、何わかんないけど、ターゲット取ってる。美味しい。あ、これ美味しい。ゴールドナイフ全走りで完全無効化からの、あっつ、これちょっといっちゃおうぜ。おい、おい、うん、いや
やー強いな。でも一旦耐えて、なんかキョスケもゴルナやめて結構防衛硬いから無理はしなくていい。早めにポート化したいね。この爆破にも入ってほしい。いや強っ。なんで一体何がどうなって、なんで、まあミニペかな、裏に。さあちょっと攻めたい流れでもあるが、攻めるのはあり。これ結構相手きついぞ。あっちに一発いってほしいな。これ入るんじゃね、入ってるよねあれ、入ってないかな、どっちだあれ、際どい。いや入ってる、勝ちましたねこれ。あとは守って、いやちょっといつもより調子いいね。変な呪いのおかげか、もしかしたら呪いのおかげで勝率上がってる。こんなでもあんま嬉しくねえな、こう。あーこれはいズルです、強制ダメージ。いやマジ壊れてる。よしさあ、まあ、これは別にもいつも通りね、はい勝ってください。7000にも到達しましたと。いやーなんかこのね謎のもう汚いね、あんまいい思いはしないかもしれない、呪いのおかげで今日はねちょっと調子が良かったですね。はい、マジで今日いつも以上に調子がいい。さあ来る、いやーマジソータしか聞こえねえんだよな。よろしく、これマジで力がみなぎってくるね。病気か。力がみなぎってくるはやばいね。そこまで行くともう本当に心配されちゃうかもしれない。ガゴファイボなんでラバッチャンかな。ラバに勝てたらもうやばいよねこれ。ファイボタルだけできついのに。よし、さあまあゴルナイ出して、まあ、ラバ出した後なんで、えジャイプリ、ジャイプリプリだ、まあ、ファイボ、そうファイラバじゃない、ファイボ使った後なんでザッピー最強ですね。で宝石も強いと、でゴルナイもこんにちは。あーこれザッピー持ってんだろうな、どうせ。ここマジ渋いよね。やべえ、やむねえけどきつい。ヤナメファイボザップか、嫌ですね。なんかねファイボザップだけとかだったらやっぱマジアチャとザッピーとかどっちか残るんですけど、ヤナメファイボザップやだね。ザッピーとかね、ヤナメザップでやってファイブでマジアチャやってとか3つあるのちょっと嫌ですけども、いやー結構ゴリゴリくんね、その宝石にファイブ打ってくんのか。まあザッピーが怖くないんでしょうねお主。まあ一旦今日で蓋しようぜ。でこれザッピーヤザで飛んじゃうんだね。ああそう、これやばいんだよね。いやーここの気をつけ残したいな。いや残してからの、いやドリル行きたいんだけど、一旦同サイドにゴルナイからのドリルだね。ああ5打ったんで、ちょっとやだね。あでもディガーがね、今回ないとディガーがねえわ、ディガーがない。うわーこれやべえ、ダメージ稼いでくんな、ケチだな、ドケチやな、俺と一緒やん。毎回クーポン使うよしっかり、マックも。ナゲット150円なくなったかんね、昔あったのに。あれマジつらい、そういうことだね。お主どうしとみた、よし射抜いて、いやマジ射抜いて、耐えたい、耐えれるかな、見えてマジギリギリだな。あー矢沢をこうタイミング合わせてんのか、エロい。いやあるぞこれ、でもいっぱいいるもんな。
これダックプリ引っこ抜きたいな。いやめっちゃいい、引っこ抜いてターゲットが、お、やべえ。いや爆破でチレ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 、よしよしよし、めっちゃ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 、いやこれやばい、怖え怖え怖え。ザップ来ない、瞬速ザッパー来ると思ったけどな。さあ溶かして、溶かして、いやいいよ悪くない。あーこれザッパるけんよくねえか。いやでもいやこれね、にゃー天才お前大好きからの、あこれ諦めたじゃない、やけおっ、マチャチマチャチマチャチ来た、天才の犬木バレてたら終わる、あバレてても終わらない、いかつくね。だって結構きつかったで、うわやば、調子良すぎてビビるわ、やばすぎー。さあということで今日はねこの京介魔術使いつつ、ほんとしょうもない話しかしてないんですけども、マジでね最後まで見てくださりありがとうございました。お疲れちゃんでした。またね。